私も、あの、ローンチを何回か繰り返していってるので、えー、そうすると、すごくファンの方がいっぱいいらっしゃるんですが、えー、そうすると、まあ、最初、こう、アバターさんっていうのを決めてたんですけど、こう、だんだんいろんな、いろんなアバターさんが入ってきて,て、まあ、それはそれでいいんですけど、そうすると、ど、どこが、どこをメインにするかというのが、こう、わかんなくなってきたので、えー、アンケートをして、 どっちのタイプが来てるのかなっていうのを調べて、そちらのメッセージを届けようと今しているんですけれども、えー、なかなか入り口と出口がこう繋がってこないので、ローンチの中は盛り上がるけど、最後がうまくいかないっていうことが結構あ,あるものですから、そこをどういうふうにしていったらいいのかなと悩み中です。 なるほど。はい。えー、これは結構長,長尾さん以外も起きることなんでで、すよねで。これが起きる原因としてはサービス精神がが旺盛なな人がそうなるんですよ。いいことなんですけどねそれはね。でどういうことかっていうとそのあ自分のグループにいっぱい応援に来てくれたとみんななんかみんなのことすごく好きだしなんかみんな盛り上がってるしみんなのこと喜ばせたいなっていうふうに思うわけですよね。じゃあ みんなの悩みは何だろうってこう聞いて、あ、こういうことを聞いて、こういうことを聞いて、なんかこの人はビジネスについて悩んでる、この人は美容について悩んでる。ちなみに長尾さんのニッチは、長、えー、尾さんニッチについてちょっと知らない人に説明してもらってもいいですかあ私はあの漢方のカウンセリングをしているので、えー、っと、女性のニッチ。えー、まあ、漢方のカウンセリングですね。はい。ニッチ市場としてはね。ここね漢方のカウンセリング。はい、じゃあ、アバターは誰ですかアバターは最初は40代の。 方だったんですけど今は、えー、50代の高年期で悩ん今まあそのもう具体的には漢方ってところもう分かりやすい認知ですよね。でその漢方でじゃあ漢方で美しくなるっていうそういう論知のテーマでコンセプトで論知を作ってそこに入ってきてる人が何を求めてますかそこに入ってきてる人たちが。 いろんなのを聞いてるとどこに定まらないじゃ例えばその、えー、定まらないっていうのはど,どんな悩みがあったりとかするんですか一つは、まあ、あの乾燥するから潤いたいっていう悩みがあったり、うん、あるいはやっぱりしわをなんとかしたいなっていう人もいたり体のほう例えば冷えとか痛みの方がなんとかしてくれっていうのもあったり。 場合によってはライブ結構やってるのでうん、うん、ライブのやり方がちょっとこの人からだと襲われるのかなっていうふうに来てくださる方もいらっしゃるんですよねなるほどね最初の三人はあのー、そんなに大きな違いはないと思うんですよまあみんなその悩みの部位は異なるとそれをやっぱり漢方によって解消して美しくなりたいっていうトランスフォーメーション最終的なトランスフォーメーションは みんな似たとところにあると思うんですよゴールはねだからそこはそんなに違いないけどそのライブのやり方の決めは長尾、まあ、さんはずっとライブやってるから目立ってるからねうんこれは気をつけなきゃいけないところでそこは確かにそうなのかもしれないけど本筋とやっぱりずれちゃうところに行くと本当にずれて戻ってこれなくなっちゃうんですね。 だからまずその自分のゴールをスタート地点とゴール地点スタート地点とゴール地点はちゃんと決めとかなきゃいけないわけですよね。で最初に一番最初にやるときにコンセプトとしてはちゃんとできてるじゃないですか。で一番最初にやる時きこの今私がやってるこれからやる 無料講座、まあ無料講座って論じることですよね。そのまあチャレンジ、じゃあ5日間のチャレンジ。今これからやる私の5日間のチャレンジ、7日間のチャレンジね。7日間のチャレンジでは、あなたはこの7日間のチャレンジがあるとこういうことができるようになりますよ。例えばそのシワがね、漢方によってこうシワがなくなったりとか、あるいは肌のツヤが良くなったりとか、何かこう 疲れが取れたりとか、まあその更年期障害が改善するとかね。そういうことをこの7日間のチャレンジで解決できるようになります。という形で、一番最初に、これはまあ、あの、よく言ってるプロミスっていうものなんですけどね。まあプロミスっていうのは約束ですね。んどの未来を約束できるのか。どんな最高の約束をできるのか。っていうことを、 やっぱりそのゴールを最初に明確にしることが大事なんですね。そのためのものです。これをやるのはね、っていうこと。そこからスタートしてってそこに導いていかないといけないわけですよ。だからああライブのやり方とか知りたいんですよってああそうですね。うん、でもそのライブのやり方は今回ここで教えるものじゃないので、なんかまた別の機会があったらそれは。 あのやるかもしれないですけど、ここはあなたが美しくなる方法をこれから喋りますので聞いてください。話がそのそれ削れる時もあるんですよ。それる時もあっても戻さないといけないわけですよね。それすごく大事なんですまずね。うん。でまあそこまあいろんな人がこうバラバラになってそこでうまくいかないっていうところはまず自分自身がちゃんとそのスタートとゴールのところのちゃんと線を引いてで。 そこにこう集約していかないといけないんですよ。ここが要は。いろんなね。いろんなものが、いろんな要素があって、なんか横にそれそうなんだけど、やっぱりこの軸に全部。集約しないといけないわけですよ。一本の線、集約しなきゃいけないんですね。あの、私あの俳優を昔ずっと勉強しててね。まあ、舞台俳優やったりとか、やってたんですけども。で、私、あの。 18歳の時にアメリカに行ってでそこでですね俳優の勉強をするために最初大学に入って大学の演劇科に,に入ったんですねでその後にロサンゼルスに引っ越してロサンゼルスのアクターズ・スタジオってところに入ったアクターズ・スタジオってリー・スター・スバーグ・シアター・インスュテ,ティット名前のね学校なんですよ。でそのの学校っていうのは ニューヨーヨクに本校があってあのアルパチーノとかロバート・デ・ニーロとかそういういわゆる名優がねみんなそこ出てダスティン・ホークマンとかねまあそういった名優が出てる俳優学校でそれがニューヨークに本校あったんだけど私ニューヨークの本校は,は行きたかったんだけどお金もなかったしニューヨークは難しかったんでロサンゼルスに行ってロサンゼルスの分校に入ったんですね。そそこでその俳優にになるために メソードって呼ばれてるアクティングメソッドっていうそういうものを勉強したんですよ。で、そのアクティングメソッドっていうそのアクティングメソッドっていうのはスタニスラフスキーシステムっていうのがベースになってるんですね。スタニスラフスキーシステムってちょっと難しい話ですみませんね。スタニスラフスキーっていうのはロシアの劇作家だったり演出家で、その人は現代演劇の理論を最初に確立した人なんですよ。で、そのスタニスラフスキーっていう人が言ってる演技の理論っていうのが この軸の軸話をしてるんですねでその俳優って例えばただセリフを棒読みしてるだけじゃ面白くないだから時々その反れることも大事なアドリブアドリブも大事な面白いからねアドリブをするとただアドリブをどんなにやってたとしてもその役の人物 ねスルーラインっていうんですこれはスルーラインっていうのはこのスタニスラフスキーって人が言ってる言葉なんですね。でこの役その役の人物が何を手に入れたいのかっていうそのゴールゴールがあるわけですよ。例えば「スター・ウォーズ」だったらあールーク・スカイ・オーカーはねその。 帝国,ね、帝国と戦う時にその両親がね、えー、家族がね殺されてしまったりとか師匠が殺されてしまったからだからその帝国その帝国を破るために反乱軍の日印として戦うっていうそのスルーラインがあるわけですよ。そのスルーラインか脇道にそれるようなことがあったとしても自分の本来の目的に戻ってくるわけですよ。 つまりその例えば俳優だったら演技をするときはその役がどこに向かっていくのかってゴールがあってその軸があるその軸がちゃんと決まっていることによって脇道にそれてもまた戻ってくることができるっていうことを言ってるんですね。これも似てるんですよ。ローンチのいわゆるこの軸その軸を決めたところのこの一本の線向かっていくっていうところすごく大事なんですよね。だからいろんな人が本当にこうお客さんもすごく素敵な人ばっかりで そこにこう耳を傾けてね。そっちの助けてあげたいなっていう。そのサービス精神の旺盛な人は行くんですけど。でもやっぱりこのローンチのテーマコンセプトは何なのか？一旦テーマとコンセプトを決めたらそこからぶらしちゃダメなんですそこにゴールに走ってってオファーしなきゃいけないんですよ。このプロミス、最高の約束を手に入れるためのオファーをしないといけないわけですね。はい、というまあ感じで、そこがすごくやっぱ大事なのかなっていうところですね。 あとは、その、リストビルディングの今日は話やりましたけど、リストビルディングをちゃんとしていくってことがすごく大事ですね。ローン調やって、やって、例えばその、自分の Facebook で繋がってる人たちっていうのは、やっぱり普段から、こう自分の発信を見てくれてる人だから、あ何か長尾さんが面白いことやってるっていうと見に来てくれるわけですよ。でもそれは長尾さんに興味があって見てきてるけど、その長尾さんの 提供しているものに関してはあんまり興味がない人も来ちゃうわけです。で、最初はいいんですよ。それでも。スタートしてね。最初の頃はやっぱり応援団がいっぱいいるのが大事。でもその論調を繰り返していくと自分の周りの人たちっていうのはもう取り切っていなくなっちゃうわけです。取り切るっていうのは要はそこ、そこの自分のテリトリーの自分のテリトリー。これまでその自分がやってきたこのテリトリーのここの 範囲内の人っていうのはフェイスブックの友達だったりねそういう人たちっていうのは何回も何回もちなみに何回ロンチやってますかこれまで長尾さんは7回,か回か7回8回7回8回やってて毎回そのフェイスブックライブでこう集客してる感じですよねはいまあいろんな人との出会いがあって新しい人とつながったりとかもあるかもしれないけどでもやっぱりここのテリトリーここのテリトリーの中で勝負してる限りスケールしていけないんですよなかなかね で本当に自分の求めてるアバターの人にローンチに参加してもらいたいと思ったら新しい入り口を作らないといけないです新しいゲートを作らないといけないです、ね、でこののソフト世界にはいっぱいいっぱるんですよ見たことないけど自分では想像つかないけどみんなその外の世界に自分のね理想のお客さんがいっぱいいるってことを知らないんですよほとんど全員これからやる人っていうのはね そこでリーチしたことがないからでも一旦この自分のところに入ってくる扉を作るとゲートを作るとこの人たちが入ってきてくれるわけです自分のところに。この人たちがこのゲートを通じてこっちに入ってきてくれるわけですよ。このゲートっていうのが何かこれがだからランディングページ LP なんですよ。 ここにまあコピーが書いてあって、えー、この例えば長尾さんだったらあその漢方の力でまあ美しくなるまあなんかもっといいコピーがあると思うんだけどそれがだからあとその悩みですよね何を悩んでいるのか。漢方でシワがあのなくなるとかね。まあ要はそういうこのゲートを作ってあげて。 でやっぱりこれを外の世界で出していくだからこれは広告なわけですね。広告を出していくと今まで自分がリリーーチチでできなかった人にリーチしていくわけですそうするとこのコピーを見た人が「あ漢方で確かに私あの冷え症で悩んでて漢方でやってみたいな」みたいな,なんかそういうなんか薬とかやるのやだから漢方でやりたいっていう人がそれを見たときに「あ面白そう」と思って「今日」。 登録してくるわけですねそうすることによってここの長尾さんの新しいリスストユニバースに入るわけですだからもうやっぱりローンチも最初の1回2回ぐらいまでやってったら3回目ぐらいからはこの新しい外の世界にゲート外の世界からのゲートを作ってここで集めていくってところに切り替えていかないとやっぱりなか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 ローンチはうまくいかなくなっていく最初は売れる。んんですよみんな なぜかっていうと最初はやっぱり普段自分がこれまで発信してて自分のその近いところの人が来て買ってくれるからでもそこも取り切ってしまうとだん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 売れなくなってくるんですこれ普通のことなんですね。そうするとじゃあ最初はこの人間のつながりとか「ああ長尾さんってすごくいい人だな」って前から優しくしてくれたしってところで「あじゃあちょっとやってみようかな」っていうふうな形で来てくれる人これはホットオーディエンスが購入してくれる人が売れるわけですね。 でもそ,のそういう人たちが亡くなってくると今度は知らない人にアプローチをしていくわけ知らない人にアプローチするっていうところのステージに行ったらここは新しく関係性構築を作っていかなきゃいけないんでより戦略的にやっていかないといけないわけですよね。よりだからその人たちの悩みが何なのかってことをそこを本当にこうリサーチしてかつその自分の本軸からそれないように。 しっかりと設計して組み立てて PLC を組み立てて,てでオファーまで持っていくっていうふうにやっていかないと売れなくなってくるんですよね。みんなそうなんですこれはね。うん、まあだからちょっとそういったところもですね、えー、改めてもう一回ですねちゃんと本線に戻って軸をしっかりと持ってでやっていってでやっぱり次のオンチあるときは広告を出していってそこで集めていくってところでやっていくことは。 すごく大事だと思います。<music>